やっぱね、いろんなものに、ね、興味持った方がいいと思うんだよね。ああ、いや、間違いないですね。俺なんかもうチャンピオンがもう興味津々でね、どうやったらこんな人間が完成するんだろうみたいなね。ボランティアって何にももらってないっていうんではなくて、俺はね、もういっぱいのものをいただいているなって感じがするんですよね。僕の趣味の話していい？ぜひ聞かせてください。僕ね、ボランティアが趣味なんですよ。でいつもね、なんかね、いろんな国でボランティアしたくなっちゃって、はいはい、要はね、いろんな国の人と仲良くしたいんですよ、はいはいはい、だからフィリピン行ったらね、はい、マザーテレサ孤児院に行って、うんうん、赤ちゃんのケアをしたいなっていう願望があったりだとか、はいはいはい、あとその言葉は悪いんだけど、いわゆる貧困層の方々とかいるわけで、はいはいはい、こういう方々に例えばこのスリッパ、要はサンダルですよね、はいはいはい、フィリピンっていうのは暑い国だから、うんうん、靴とかあんまり履かなくてもいいんですよ、はいはい、B さんですよね。なるほど。 B さんすら買えない山岳民族っていうか、まあ、山に住んでるね、はいはい、農家の方がね、貧乏な人が多いんですよ。あ、なるほど。で農家の方々っていうのは、はい、自分の子供も労働力の一人として数えちゃうので、はいはい、学校に行かせたがらなかったりするんですよ。なるほど。一応義務教育なんだよ、はいはいはい、なんだけど労働力が減るから。そうですよ ね, ねとか、あとその行かせたとしても学校まで 1時間歩かなきゃいけないから、ね、でしかもサンダル B さんすら買えないから、はいはい、最近はその山の方でもコーラの瓶とかが割れてて足カットしちゃったりとかしてね、そこから病撃に入っちゃって、はい、足切らなきゃいけないとかっていう悲しい物語を聞かされることとかもあるんですよ、はいはいはい、でやっぱりそれって悲しいでしょ。悲しいです、ね、だからセミナーやると自分の僕の会社にまあお金が入るわけですよね、はいはい、そのお金をまあごっそり持ってごっそり持って、ね、行って何百足って B さんを買い、はいはいはい、もう全部買い占めて要はその村長さんと友達だから、はいはい、村長さんに連れられて、はい、山をね、小学校をめくりまくって、で、うん、B さんを一人足のサイズに合わせてこう手渡ししていくとかね、そういうことをやったりするんですよ。すごいっすよね、うん、でもそれって趣味なんですよ、はい、このボランティアやってるから、はい、俺ってすごいでしょなんて思ったことがないっていうのは、はいはいはい、人それぞれ役割があって、はいはい、俺みたいにスタッフがいてくれて、優秀なスタッフがいてくれるから時間ができて、うんうん、まあそのセミナーする時間もあり、いろんな海外に行く時間も作ってもらえたりして、はい、そしてその街の様子はどんななんだろうとか、うんうんうん、一般的なフィリピンの環境ってどんな感じなんだろうとかで、まあ、その村長さんに頼めばいろんなとこ連れてってくれるから、はいはい、まあ、いろんなところを見させてもらって、なんか本当に大変なんだなとかね、もう、はい、お米にね塩振りかけて食べてるだけの家庭、はいはい、とかね、実際にね一泊とかさせてもらったりとかね、はいはい、してくるのよ。アドベンチャー好きだから、はいはい、ね、アドベンチャーじゃないそれって、はい、なかなかできないことでしょ。でまあ、そういうところを体験していくとやっぱりその環境が見えてくるわけで、もそこになんか外国人が何かこうウォーターサーバーとか買ってきちゃうとね、はいはい、いろいろおかしいことになっちゃうじゃない。あ、だから、そうそう、だからせめて学校行くときに怪我しないようにしてあげたいなとか、うんうん、そういう気持ちでまあ、お米すら買えない人たちにはお米を届けたりだとか、はいはいはい、することをさせてもらってるんですよ。だからそれがね楽しくてしょうがないそう、被災されてる方とか見てると、まあ、フィリピンの話なんですが、はい、毎年決まった時期に必ず何個も台風が来るわけなんですよ。まあまあまあ、そうですよ ね。ルート的に来やすいってありますからね。そう、もう来るの分かってんの、はいはい、ね、分かってて、なんであなたは川の近くにいつも住むのと。あ、なるほど、ね、なるほど。もうね、もう台風でもうペシャってなって、はいはい、ね、もう家具とか家の壁とか全部流されちゃうの分かってて、はいはい、分かってるのになんでまたそこに住むのとかね、はいはい、それを観察ずっとしてたことがあって、観察っていうか、いや、そうで、なんでそこに住むんだろうってずっとね、いろいろ考えたら、はい、もっと安心安全な、ね、山に引っ越したらいいのにとか、うんうん、思うんだけど、その人たちはやっぱりそこに愛着があって、あ、地域、そう、その土地が、まあ、先祖代々こう来たわけだから、まあ、そこから離れたくはないとかっていう気持ちでいるわけで、だからそこを離れないよ、安全だからっていう、そのよそ者が来て、はい、余計なアドバイスするっていうのはやっぱりしちゃいけないことだなと思ったりとか、はい、あ、なるほど、とも思ったし、それ見てないと分かんないですよね、うん、そうそうそう、
なんか日本では味わえないことをいろいろやってきている生活をずっと続けてきたんですよ。ああでもすごいですね、うん、面白いっていうのは変なんですけど、まあそうで今回あのコロナ禍になったおかげで、はい、日本のボランティアも積極的に参加することができたんですよ。ああはいはい、そうでやっぱりね日本のボランティアっていうのは例えば熊本のね、はい、あの大災害っていうかそのもう大洪水があって、はいはい、もう橋から何から全部流されちゃって、うん、SL が走ってるところだったんですけど SL の線路もこんなになっちゃってて、ね、もうやばいみたいなところがあって、はいはい、もう家なんかもう何軒も流されちゃって、はいはい、で未だに1年もうすぐ1年なんだけど1年経っているのにもかかわらずまだあの被災されてる方とかがいて、うんうんうん、まあ、そんな話を聞いてるとさなんかその老人介護の仕事もしてたことがあって、はい、もういても立ってもいらなくなっちゃって、はいはいはい、そしてその現地に赴く時間も優秀なスタッフがいるおかげでさ、うんうん、ね、あのでそしてコロナの影響もあったりして、はい、あの行く時間はいくらでもあるわけなんですよ、はいはいはい、で行ってで、まあ、家から泥出しをするとかね、はいはい、あの要はその絵の下に潜って泥出しをするわけですよ、はいはい、四つん這いにもなれないようなところもうこんなになって、ね、あのほっぺた地面につけながらこうやってやってるわけですよ、はいはい、でそうした時に新しい治療法が、はい、思いついたっていうかねもう降りてきたって言ってもいいよね。あそういう感じの気分があのもらえることを知ってるんですよ。あなるほど。そうだから聖書の言葉の話しちゃうと、はい、あの隣人を自分のように愛しなさいっていう言葉があるんだけど、はい、それを実践することによって、うん、あの代わりに、まあ、そのいいものをいただけるっていうか降りてくるんだなっていうことも分かったんですよ。はい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 、そうだから、まあ、暇があればねあのどん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 こうあのそのボランティアに活動していきたいなっていう気持ちで今いっぱいなの。で、そうで、僕が泥出し、はい、もちろんしたいんだけども、はい、泥出ししたところでもう 0.001% も役に立ってるかなっていう程度だと思うんですよ。でも、はい、僕ってあの腰痛治療をもう25年以上、探求してきたものなんで、はいはい、むしろ腰痛を施術させていただいてその施術していただいていただけるお金を全部熊本のそのボランティア団体に寄付してくることがやっぱりそれが最大のボランティアじゃないかなっていうそのキャラクターというか役割というかどうやったら最大限の貢献ができるのかなって考えた時にそれを思いついてここ何回かですねもう3、4回、5回行かれてますよね。そうそうみんなそうそこに行ってチャリティー施術を行ってで全額寄付してくるっていうことをもう何回もさせてもらってで、ね、それってね面白いんですよ、何にも得しないこと何やってんのっていうふうになんか言う人もいるんだけど、はい、全然そんなことなくていやそこで出会ったね農家のおじさんとかがね、はい、なんかこうなんか野菜持ってきてくれたりとかお米持ってきてくれたりだとか、はい、そしてこれに味噌つけて食うとねうめえんだよみたいなこと言ってね、そういう出会いがあって、はいはい、今度その農家のおじさんの家にちょっと遊びに行ってみようかなとかね、はいはいはい、そういう出会いがあるって本当に面白い。確かに面白そうです ね、そういや行きたいそ, うでそういう出会いがあるからボランティアって何にももらってないっていうんではなくて俺はねもういっぱいのものをいただいているなって感じがするんですよね、うんうん、いやでも本当にそうですよね、はい、ただボランティアしてるから偉いなんて本当に思ってないしボランティア しないよとかっていうふうにも思わないんですよ、うんうん、やりたいなと思った人がやればいいと思ってるんで、はい、まあ、僕にとっては趣味だし、うんうん、なんかその、まあ、熊本でいただいたご縁をねどんどん育みたいなっていうふうに思ってるんですよ。でね、バリ島大富豪の兄貴が言ってた言葉で、はい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 、バリ島大富豪の兄貴知ってます？知ってます、ね、和教の人。そう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 、はい、その兄貴と仲いいんですけどそう、その兄貴が言ってた言葉で、はい、運はね、はい、人が運んでくるんだとっていう言葉があるんですよ。だから、はい、どんどん 人と会いまくれ、そして、はい、人と人との関係を育んで、はいはい、行くとまた次の人に出会 う, そ, うです、ね、そしてまた次の人に出会う、でその関係をどんどん育むことによって、いろんな運をいただけるんだよ。だからそうそうそう、だから自分からはいこの人とはこれで終わりとかね、はい、なんか一回不義理されたもういらないとかっていうふうに言わないで、はい、自分からは切らないで、まあ、相手から去っていくのはね、まあ、しょうがないことなんだと思うんだけど、はいはい、
なんかそのそういうふうに人と人の関係を大事にしていくといろんな運をいただけるんだなっていうふうにあの大富豪の兄貴が言ってたんで、これ多分間違いないと思う。間違いないですね。間違いない。いや僕もそれは思います。やっぱ人と会っていろんなことで運が良くなってきますよね、はい、そう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 。だから運がないなとかって思ってる人はあのもっと人と人とのねそのこの関係をね、はい、育むというかね、それをどうやったら育めるんだろうっていうことを思った方がいいのかもしれないなっていうふうに、うん、あの思うんですよね。そうですよね、はい、いやでも本当にそうだと思うんですよ。もうやっぱり人と出会ると、うん、その人の感覚を共有できる感覚あるじゃないですか、うんうんうん、その自分と違う目線だし考え方だし、そうするともちろんさっき言った降りてくるっていうのも起きやすくなったりとか、うん、いろんなこう広がりますよね、うん、そう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 。でね、やっぱね、あのいろんなものに、ね、興味持った方がいいと思うんだよね。あ、いや間違いないですね。俺なんかもうチャンピオンがもう興味津々でね、もう興味津々、もう何から何まで知りたいなって思うし、あのどうやったらこんな人間が完成するんだろうみたいなね、いうことがあの思う。だからいろんなところに行って、はい、いろんな人と出会うじゃないですか、はい、その人にね興味を持つことによって、うんうんうん、結果その人との関係が育まれていくんだなってことが分かったんですよ。いやそうですね、興味持たなかったら向こうも持ってくれないですもんね。あ、そう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 、絶対にそうですもんね。鏡の法則ね。そうですか、ね、やっぱり愛は愛で返ってくるけど、そう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 、愛の反対は無関心なんで、無関心だとやっぱり無関心でやっぱ返ってきちゃうので、お、無関心は最大の罪ですってマザーテレサも言ってましたね。言ってましたね。そうなんですよ、はい、無関心は良くないです。だから興味を持つってまさに関心を持って愛を持ってねやると愛で返ってくるというか。そうだよね、間違いないですね。そうすると世界は平和になっていくね、うん、そうなんですよね。そこなんですよね、はい、うん、愛なんですよ。もう結果は最終的に愛に行き着くっていう。そう、愛なんですね。愛なんですよ。そう、ネガティブな人もいらっしゃるじゃないですか。そう、いますよね、はい、これね、仏教の言葉でね、はい、あの南無法蓮華経ってあるでしょ、はいはいはい、あれってどういう意味か知ってた？いや、わかんないです。聞いたことありますけど、あのね、はい、あのね、まあ、南無っていうのはね、はい、南がないって書くんですよ。そうですね、南無、はい、ね、それはあの帰依しますっていう意味だっていう人もいるんだけど、帰依っていうのは、はい、要は偉い人だとか、はい、神様にもう寄りすがりますっていうような意味が帰依っていう意味なんだけど、はい、あの実はもっと違う意味があって、はい、南がないって書いてるでしょ、はいはい、要はあの方位磁石で北とか南とかってあって、はい、北はプラス南はマイナスなんですよ、はいはい、でこれはずっと前から言われてること で、はい、で南がない、はい、つまりネガティブがないっていうふうにも言えるんですよ。あ、なるほど。ネガティブがない、ね、はい、で南妙の次が方、方でしょ、はい、南妙方でしょ、はい、蓮華経なんですよ、はい、あ、なるほど。蓮華っていう花なんですよ、はいはいはい、ここ仏教の中ではあの極楽浄土に咲いている花とかね、はい、もうその素晴らしい世界っていうの、うん、ね、でその間の、南妙でしょ、はい、南無でしょ、はい、で妙がなかったらまだね、妙っていうのは、はい、女が少ないって書くんですよ、はい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 、女が少ないっていうのはどういう意味かっていうと、うん、男がいっぱいいるみたいなね、そういうことだからね、まあ暑苦しいんだけど、はい、つまり男は、はい、あの陽のエネルギー、女は陰のエネルギーって言われたりするじゃないですか、はいはいはい、だからネガティブがない世界はエネルギーがマックスになってますよ、はい、おー、ね、はいはいはい、という世界は蓮華が咲くような世界を説いているお経なんですよ、はいはい、なるほど。それが南妙法蓮華経なんらしいんですよ、はいはいはい、でそう思うと、はい、お釈迦さんは宗教を説いたわけじゃなくて、はい、あの下脱する方法を発見した人とい う、はいはい、いうような作家さんもいるんですよね。なるほどなるほど。だからその要はそれは宗教じゃない、はい、つまりお釈迦様が悟られた、はい、悟るためにはどうしたらいいのかっていうことで、うん、まあ、要は神の世界は究極な世界であり、はい、ネガティブがない世界、お、そうするとエネルギーがマックスで、うんうんうん、そこの世界は完璧な世界だから蓮華の花が咲いて、はいはい、素晴らしい世界だよっていうのが、まあ、南無法蓮華経だっていう話らしいんですよ。だから、はいはい、だからなんかその南無法蓮華経をずっと言っていると、はい、そのパワーをもらえるよっていう話もあったりとかね、はい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 、するらしいんですよ。もう要約するとポジティブになれってこと。そう、そういうことですよね。そうなの。明るくポジティブになっちまえ、元気、もうそしたら世界はハッピーだぞみたいな。そうなの、そうなの。最高ですね。最高ね。
だから、はい、俺はキリスト教なんだけど、はい、そうそうそう、いろんな、はい、いろんな宗教の話って、はいはいはい、あのやっぱり、ね、偉人の方々があの語っていらっしゃるから、はいはい、いっぱい、ね、勉強したいなと思って。いや面白いですね。ね、で要はセラピストさん、それから治療家さんはあの患者様にポジティブを与えられるような存在になると、はいはいはい、あの今よりもっとね素晴らしい成果が出せるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。いやそうですね。でしょ、もう絶対ネガティブな人って体までどんどん蝕まれるというか、ね、そうですよね。だからポジティブを上げたい人がネガティブだとダメだよね。いやそうですよ ね。だからな、皆さんにおかれましてはとか言ってながら皆様におかれましてはみたいな、ね、だからまあそう、ポジティブにするための研究もした方がいいと思うし、ね、体の研究をしていくためには、はい、そういうその体の探求という意味で、はい、解剖学、運動学、生理学なんかも学んだ方がいいと思うし、うんうん、まあ、いろんなことをね興味を持つってことがね、いやセラピスト以前にこう生きてる人間、まあ、楽しく生きるために幸せになるために生まれてきた、うんうん、という仮説があるとすれば、ね、仮説が正しいとすれば、はい、やっぱりポジティブにいた方がいいんじゃないかなとも思うんですよ。いや間違いないですね。